ランキングダイナマイト。皆さんこんにちは、マインです。今回は水を加えるだけでできるすごいこと5選をお届けします。それでは行ってみよう。5、 NASA が開発したフリーズドライ食品。何年にも及ぶ宇宙での計画を実行するために宇宙飛行士に食料は必須です。また宇宙に持っていく食べ物は軽くコンパクトで栄養があり、しかも冷蔵なしで長期間保存しなければなりません。例えば1962年に実行されたジョン・グレンという宇宙飛行士が乗ったフレンドシップ7計画。この計画での食品は肉類と野菜をピューレ状にしてチューブに詰めた歯磨き粉のような宇宙食でした。宇宙飛行士はこのチューブに直接口をつけて中からピューレを絞り出して食べていたのです。その後技術が進歩し、ジミニ計画では初めてフリーズドライ食品が採用されました。この食品は燃料の一つでもある水素から作られる水を加えるだけで食べることが可能です。しかもビーフサンドイッチやイチゴのシリアル、グレイビーソースがかかった牛肉など、およそ水を加えるだけで食べられるとは思えないものばかりでした。現在ではその当時よりもさらにバリエーションが広がり、また品質も向上していると言われています。4、インスタントの下着。誰が言ったか知りませんが、いつ病院に運ばれるかわからない、だからいつも綺麗な下着をつけておけという言葉があります。そんな冗談のような言葉をいつでも守り続けることができる商品があります。それはアーチ・マクフィー社が開発したインスタントの下着です。この下着は手のひらよりも小さいサイズの缶に圧縮された状態で収容されています。使いたい時には開封して中身を水につけるだけで下着が出来上がります。車やカバンに常備しておけば、いざという時にコンビニまで走らなくても済みますね。3、トイレットペーパー製造マシン。日本にある合資会社オリエンタルという企業がドラえもんに登場しそうなすごいマシンを開発しました。それは水と古紙をマシンに入れるだけでトイレットペーパーを作ってくれるというものです。古紙を加工するときに使うのはなんと水のみであり、加工にかかる時間はわずか数分ほどです。工場でしかできなかった古紙の再生が機械一つでできるということはとても画期的なことです。この機械がもっと普及すれば多くの資源が守れることでしょう。2、パルコール。パルコールと呼ばれるこの粉はなんと水に入れるだけでアルコール飲料に変わる魔法のような粉です。出かけた先でお酒を飲みたいけど重たい缶や瓶を持ち運ぶのは嫌だという人にぴったりと言えるでしょう。パルコールは1に対して10の水を加えるだけでお酒を楽しむことができます。コップがないような場所でもパックに直接水を入れて気軽に飲むことができてしまいます。手軽に楽しめるからといって飲みすぎてしまわないように注意が必要ですね。1、ギザの大ピラミッド。ギザにあるピラミッドはたくさんの巨大な石が積み上げられてできています。巨大な石たちはどのように積み上げられたのか、最も有力なものは石をソリに乗せて運んだというものです。しかし普通に引きずれば石は砂の中にどんどん埋もれていってしまいます。そこで水を使用したのではないかと言われているのです。実際にこれまで行われてきたいくつかの研究では、濡れた砂の上でソリを引きずると労力が半分になることが明らかになっています。水をまくことで砂粒同士が結合して固くなるため、ソリが埋もれず進めるようになるそうです。
実際にピラミッドの建造風景が描かれた壁画にも水をまいている人が描かれており、信憑性が高い説だと考えられています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。